今ない〇〇を妄想する M8 正体正体二等兵の友人屋でございます。 T 隊長、隊長でございます、はい、今日はですね、はい、このソクラテースの弁明、うん、これ多分ねソークラテース、ね、ソークラテースですね、はい、ソークラテースの弁明、これプラトン、うん、プラトーンって書いてありますけど、うん、プラトンが書いた、そう、はい、ググるとソクラテスなんで、そうですよね、そう、多分人によってこう翻訳をどう発音するかみたいな、はい、これはソークラテースの弁明を、うん、まあ、読みましてですね、うん、まあ、読んだきっかけというのが、うん、あのタレントの、うん、タレント違う間違えた百獣の王の、うん、武井さん、武井壮さん、うん、あの、まあ、インフルエンサーになるにはどうすればいいんだろうっていう、うんうん、この下世話な考えからですね、うんうん、で武井壮さんの動画をずっと見ているときに、うん、要はその彼が、幼い頃、うん、中学生ぐらいの時に先生に勧められた、うん、要は自分の人生を変えた一冊として、うん、中学校の時に読んだこのソークラテースの弁明っていうのを挙げてたんですね、うん、で、あ、中学校の時に読んだんだと、うん、なら読めるかなっていうのと、あとはその武井壮さんが、うん、あの林修先生、うん、今でしょの、うんうん、先生と、うん、まあ、その本の話をするときに、うん、あの武井壮が、まあ、うん、ソークラテースの弁明を読みまして、うん、なんか彼はなんか結構中学校の時からもずっと親がいなくて、うん、常にその学年のトップ 2,3 位にいないと奨学金がもらえないみたいな環境にいるときに、うん、その先生にお勧められたっていう話をしたときに、うん、林修が分かりますって言ったんですよね、うん、かっこいいと思って、うん、そんな大人、そんな大人でも僕こう読んで、はい、分かりますって言えるかなっていう、そうなんですよねなぜ先生が勧めたかそう、はい、で実際にそういうのを見て、うん、あ、じゃあ僕も分かるかなと思って、うんうん、45歳その先生が武井壮に勧めた理由もよく分かんないです、はい、読んだけど、はい、分かんないです。でこの概要としては、うん、あの、まあ、古代ギリシャなので、うん、紀元前300年とか400年とか、うん、はい、そのぐらいの時に、うん、要はギリシャの、うん、まあ、戦争に負けたきっかけとしては、うん、このソクラテスが若者にあまりよろしくないことを吹聴しているっていう罪で咎められるんです、うんうん、ソクラテスが、うん、で、弁明の場、いや裁判の場で、うん、ソクラテスが、うん、訴えられたことを弁明するっていう本なんですよね、うんうんうん、僕がなんかよくソクラテスで、うん、無知の知っていうじゃないですか、うんうん、なんで僕も無知の知であるってソクラテスが言うと思ってたんですね、うんうん、言わない言わない、出てこない言わないってことは分かった、それっぽいのは出てきた、出てきますけどね、それっぽいぐらいで、はい、無知の知なんてことは、無知の知であるとかは出てこないです、うんうん、で、あの要はあのソクラテスは、託戦、ご託戦、ご信託を受ける、あ、そうそうそう、君が一番賢いって信託を受けたから、うんうん、それはそんなはずはない、はずはないと思って、うん、世の中の賢者って言われる人、人たちに、うん、あの話をしに行くと、問答しに行く、ね、問答し、そう、ね、論破しに行くみたいな、しに行くつもりじゃないんですけどね、そう、しに行くつもりじゃないけど結局そういう論破して帰ってきて、はい、次の人、はい、次の人、そうですね、あ、ソクラテスは自分が一番賢いわけがないと思って言ってるんですよ、ね、うん、でそれを証明しようと思って旅に出るみたいな、はいはい、でその結果いろんなところで論破して回ってたら恨みを買って処刑されることになった、そう僕の中でもその読み方です、はい、まあ、すごい雑な言い方でした、ね、はい、で、武井壮さんはですね、うん、まあ、この本を読んで、うん、生き方として、うん、大切にしなければならないのは、うん、ただ生きるのではなく、うん、よく生きるっていうことなんだというメッセージを、まあ、受け取った、うんうん、で確かにこの中でソクラテスはあの、まあ、そうやって論破して回って、うん、偉い人から恨みを買って
処刑されることになって処刑されることになるんだけども、途中で逃がそうとするんですよね、弟子たちが、うんうん、弟子たちが逃がそうとするんだけども、うん、それをすると、うん、私の主張が、そう、主張が嘘、味噌がつくと、うん、私の主張に、うん、なのでその正しくないと思うことは私はしないって言って、うん、その弟子たちが逃がそうとするのを逃げずに、うん、死んでたっていう、そうですね、処刑されていくっていう、はい、で、まあ、この弁明なんで、はい、こう世の中を論破して回って処刑されることになって、はい、でそれを裁判でやった話ですよ ね、 そうですね、裁判の中でどう論破していったかっていうのがひたすら書かれてるみたいな、はい、でどう死ぬかまで、どう死ぬかまでひたすら書かれててっていうのがこの本、はい、だから結構こう読んでて辛いそうですね、もう論破、相手を御前般に叩きのめしてる僕もどちらかというと相手の気持ちもよくわかります、うん、特にその古代ですから、うん、今と違う、うん、そのちゃんと神っていうのも明確にあったでしょうし、うんうん、でそれを要は神託を受けたって自分で言うんですよね、そう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 、要は神様がいる時に神託を受けたっていうのが一番偉い人じゃないんですよ、うんうん、私が神に使わされた唯一の存在だって、はいはい、あの一番賢いって言われ た、 そ、 うそれは鬱陶しいですよね、鬱陶しいし、それ本当かって、はい、今言ったらそんなはずない、はい、神って誰だよってなるじゃないですか、はい、僕もごめんなさい多分お互いがねなんか同じ見方をしていて、はい、そうで今それを聞いたらそれ自体が嘘じゃないかって今の判断思いますよね、はい、で、うん、とソクラテス的には嘘は良くない、そうですね、徳を積んで正しく生きる、よく生きる、うん、よく生きる、はい、正しく生きる、はい、でそうすると金を求めるだけのことが正しいわけでもないしっていう、っていう、そうですね、うん、はい、本当にそれは世の中のためになっているのか人のためになっているのか、はい、みたいなところがこうよく生きる、だから不正も絶対許さない、そうですね、だから不正を許さないから不正をして脱出することも許されないので、はい、まあ、自分は死刑を甘んじて受けるってい う、はい、いう立場を取った人なので、うん、あのかっこいいはかっこいいんですよ、うんうん、スタイルがあってポリシーがあって、うん、はい、で多分そこに武井壮は惹かれたんだろうなっていう気はしますけどね、ああなるほど、いや、うん、自分というものを持って、うんうん、持ってそこの信念を貫き通すんだ、そう生きるんだっていう覚悟をしたみたいなところなのかなっていう、中学生がですよ、中学生が、はい、だから中学生ぐらいの時の武井壮って本当にこう自分です、もう子供の時から一人暮らしをしてみたいな、そうですよね、はい、でお金もなくてみたいな、はい、まあ、明らかに人とは違うんですもんね、周りとは、そう、はい、でなると、まあ、そういう環境だからこそ響いたっていう可能性はあります、まあ、100回以上読んだって言ってますからね、うん、はい、まあ1回読んだ僕とはもちろんあの読み方が、読み方が違うかもしれないんですけども、うん、でもこう僕あんまりこう共感はできなかった、かっこいいなって思うけど共感はできないみたいな、はいはい、うん、そう、正しく生きるべきだっていう理想論としてはあるけど、だけど楽しく生きたいっていう理想があるはい、はい、僕の中では正しく生きるっていうことよりも楽しく生きる、うん、もうこれ読んでてその、うん、あの、なんていうの、例えば一郎さんとか、うんうん、なんかよく一郎の名言とか言って、うんうん、なんか世が、うん、なんて言うんだろう、それを目指すべしみたいな、正しい生き方みたいなのが語られるじゃないですか、うんうん、それはもう一郎さんだけじゃなくて、うん、例えばその堀江門さんとか、うんうん、その今世に出ている人たちが生き方スタイルとして、うん、あれが正しいみたいな見せられ方をしているって今勝手に受け止めてるんですけど、うん、なのでなんか苦しいんですね、そう、でこの生き方を強いられたら、はい、多分苦しい、なので、うん、一般ピープルには一般の人たちの幸せの形があって、うん、それでいいんじゃないのってなんとなくまあその別に堀江門が言うことも一郎が言うことも理解できるんですよね、はいはい、あの、うん、かっこいいとは思います、かっこいい、はい、でそこを目指したいと思う人は目指したらいいかなとは僕は思います、茨の道だよって思うんですよ、茨の道でも、あ、なるほど、なんか堀江門ってそんなに
成功成功みたいな感じで楽しいことやろうよって感じじゃないですか。でも世の中のこのホリエモン、うん、ホリエモンって言ってる人たちは、うん、多くの人たちがもう、うん、私と同じようにですね、うん、一般の人ですよ、うん、一般の人そこを目指すと茨だよ。でも楽しく生きようよって楽しいのが何かっていう概念じゃないですか、はい、こうすごい億万長者にホリエモンみたいな資産たくさんあって自由にプライベートジェットを買ってみたいなところを目指すのは茨の道だろうけど、楽しいことやろうよ、好きな音楽演奏するぐらいだったら別に誰でもできることですよ。でホリエモンは別にお金じゃないみたいなことは言ってるじゃないですか。いや言ってますね。なんかやりたいこと、自分の好きなことをやっていこうみたいなことを言ってるんで、はい、あの辺の人たちはまあそれを目指すのはいいのかな。ただホリエモンみたいにロケット開発してプライベートジェットみたいなことをするとただ楽しんでるだけっていう、まあ、ホリエモンはただ楽しんでできてるかもしれないけど、はいはい、すごい努力が必要だったりとかするじゃないですか、うん、今こうやってちょっと落ちてきたのは、うん、よく生きる、うん、よく生きると言ってます。よく生きる、うん、はい、よく生きることっていうのは確かにその自分のポリシーを持ってそれを貫くっていうのは確かにいいのかもしれません。武井壮もあ俺は好きなように生きていいんだって思った。そうそうそう、だから武井壮はいいんですよ。それが正解、それが正解って言うとあれかもしれないけど、はい、武井壮はそれをこれを読んで本当にそうやって思えた人だからそっちに進むのはありだとは思うんですよ、はい、ただこうそう思ってない人がそっちに進むと苦しいよって話だとは思うんです。あ、なるほど。だとそれは通してないですもんね。そう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 、はいはい、だから自分は本当はこう世の中楽に楽しく生きたい、はい、そんなにすごい金が欲しいわけでもないけど、はい、そこそこ楽しめればいいかなっていう人はそれを目指したらいいのかなっていう。でその人が本当にこうそんなことよりも生きる、この人はもうどっちかというと徳を積もうみたいな、はい、世の中の人に役に立ってみたいな、はいはい、金を稼ぐとかそういったことよりも、はい、これ徳を積むことが素晴らしいんだっていう考えじゃないですか、はい、そうですね。なのでこういう人がそっちに進むと苦しいだろうなって、はいはい、とか本当にそういう人が一郎を目指すと苦しいだろうなって、うんっていうところだと思うんですよね。だから自分が進みたい、自分がどうありたいかっていうところが重要なんじゃないかなって。もちろんこの本では善悪っていうのは説かれてますので、うんうん、その今はちょっとなんていうんだろう、うん、善悪は今ちょっと話除外した話を今までしてるんですけどね、うんうん、まあ、善悪、そう、まあ、善も悪も価値観かなと僕は思っちゃうんで。でもなんかこの中でプラトンは、うん、いや人を騙そうとはしないじゃないですか。騙そうと、でも人を騙すのが悪かっていうとそれをきますかそう、だから人を殺すのは悪って言うじゃないですか、はい、まあ僕も悪い、はい、でそれはなぜ悪かっていうと僕としては人間、人殺しがこうたくさんあると人間社会がうまくいかないから悪だっていうだけなんですよね、うん、概念として。動物殺すのはあれじゃないですか、ペット殺すのは犯罪で悪ですけど、はい、家畜、まあ、食べる殺すのはあれじゃないですか。なんで、まあ、いただきますはちゃんと言います。いただきますは言いますよ、はい、じゃあいただきますを言えば人を殺してもいいのかっていう、 うん、なるほど。でなってくると要はルールとして人殺しがこう蔓延したら生きにくい世の中になるから人を殺しちゃダメですよっていうルールがあるから、はい、っていうだけの話であって、でもなんかプログラムとしなんか性善説、うん、性善説性悪説じゃないですけど、うんうんうん、プログラムとしても人を殺しちゃダメだっていうのは、うん、なんかあるような気がするんですけどね、うんうん、まあ、そこはあるとは思うんですけどね。だけどそれが悪だからじゃなくてそれはプログラムだからですよ、ルールだからですよ。ああどっちが先なんでしょうねなので多分人間が作り出したルールだと思う。だから戦争とかするじゃないですか。してますね、うん、あれもう正義の名のもとにですよ。はいはいこう自分の国の正義ですね。そうそうそう、はい、自分の国の正義のために人を殺しても OK だって。で人を殺しに行って裁かれないわけじゃないですか。で裁かれるとしたら敗戦国ですよ、そうですね、多額の賠償金で、そうそう、はい、っていう、まあ、ルール、
人を殺しちゃいけないというルールがあるから殺しちゃいけないっていうだけの話かな。だからそこにこう本当に善か悪か、だから仏教の空とか行くと殺しもありなんですよ、そこに価値はないでが危険だからって話ですけどね、危険だから、はい、でも中道って話になるんですけどね。でもそこを信じてる人たちはそこが正義だったりしますよね。まあ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 、うん、ポアの思想とかがそうですもんね、うん、そう、うん、武井壮も中学校の時に生きるって何だろうっていうのをすごい考えたようです、うんうん、なのでその何なんだって考えた時に、うん、まあ、これに出会って、うん、よく生きる、よく生きるっていうのが多分こう落ちた、落ちたんでしょうね、うん、で僕とかはまあよく生きるよりも幸せに生きたいですよね。まあ、幸、今度は幸せの価値観、幸せの価値観で、幸せの価値観が人それぞれみたいな。で、まあ、武井壮かなとかは、まあ、幸せの価値観がそういうよく生きるみたいな、でも要は自分がやりたいことをやるっていうのになったみたいです、うんうん、はい、なのでまあそういうふうに、だからこう好きなこうサーフィンをひたすらしてるみたいな人もいるじゃないですか、海の近くに家作ってしやすそうですよね、うん、でそれって世の中の人のなんかためになってるのとか言われたくないですよね。でもまあそのスタイル、スタイル、幸せなスタイルは、うん、まあ、影響力としてはまあそのあるけど、あるような気がしますね、うん、はい、でもそれを一人でこもって誰も知らないみたいなってなると影響力はないわけじゃないですか、はいはいはい、うん、なので、まあ、そんなことは、まあ、その人が幸せならいいんですよっていう。いいなと思ったのが、うん、あと、あの死に様が描かれるんですね、うんうん、要はみんなが救おうとしたけど、うん、あのそこには乗らずに、うんうんうん、でそれってなんかそのキリストと同じで、ソクラテスは本を残してません、うん、全てこの伝承なんですけども、うんうん、あの後からプラトンとか、うん、プラトンの弟子のソクラテスとかに語られていくわけですよね、うん、お師匠さんとして、うん、それはなんかキリストと一緒で、うん、要は本当のことを言うと罰せられるっていうのがこのソクラテスが中でも言うんですね、うんうん、要は俺を殺したところで、うん、このアブのように生き残ると、要は、うん、あの俺と同じようなやつが後からどんどん出てくるっていうのが今度は予言的にキリストに結びついていくんですね、うん、でキリストも同じように何も書いたわけじゃないけど、うん、言ったこととして弟子が残していくっていう、このなんかそのスタイルが自分を貫き通すと価値が出る、何ていうの、自分、私がすごいなんか下世話なのが、うん、なんかその世に名を残したいみたいなのが、うんうん、男の子って思ってません？世に名を残したい、世じゃなくてもいいんですけど、うん、なんかその歴史に名を残したいとか、うんうん、ずっと後世も語り継がれたいみたいな、うんうん、英雄に憧れる的なのはありますよね、はい、のを思っていて、名をなんかウィキペディアに載りたいなと思ったんですよ、うんうん、犯罪したら載りますよ、そうじゃなくて、そうじゃなくてあのウィキペディアに乗りたいってなんとなく思っていて、うんうん、でもなんかその道って大変だなって、で、うん、今僕は本当になんて言うんだろうその世の常識、うん、常識としてっていうか、なんかそのお金持ちになるといいよみたいな感じじゃないですか、うん、まあ多分誰もが思ってた、思ってる、お金持ちいいじゃんで、お金持ちになるにはさ、うん、みたいなのをみんなが言ってるわけですよね、うんうん、で僕もなんか無意識にそこを目指そうとしてしまっているけども、うん、いや果たして、うん、本当にそうなの、うん、なんか自分がやりたいことって本当はそこじゃなくて、なんか今が幸せと思ってるなら、うん、それがいいんじゃないってなんとなく今、うん、なんか多分自分がどうありたいかって思ってる、ここが重要じゃないかな、はいはい、だから今が本当にいいならそれでいいと思うんですよ。 でもなんか世間的に、うん、世の中的には、うん、なんかそのそうじゃなくて、うん、もっと人は成長するんだよとか、うん、変われる人間が強いんだよとか、うん、そういうメッセージにあふれてませんか？それはそれで別に間違ってはないかなって。なるほど、うん、で無意識になんかみんながそこを目指せみたいな、うん、世の中になってませんか？僕は今何が言いたい、
多分、まあ、僕的には自分の幸せって何かを考えましょうだと思うんですよね、はいはいはい、でだから何をしたいかっていうよりは自分がどうありたいか、はい、だからこう今の現状で満足かっていうと満足かと言われるとまあそうです、うん、満足ではないですね。でだとすれば多分どこまで行けば満足かですよね。どこまで行けばっていうか例えば本当にもう食べるのにも困って家族養えないかもしれない。あ、それは嫌ですね、うん、けど今のところで今を見て満足しましょうはちょっとなんか、あ、それも違いますね、うん、ありがとうございます。それも違う確かに、うん、だとすると自分が本当に求めているところまずこう一食十に困らないっていうのもある、はいはい、はあるし、まずは生存欲求ですね、はい、家族で旅行に行きたいみたいな、あ、じゃあそう娯楽も欲しいですよね。娯楽も美味しいもの食べたいとかもあるし、はい、ただそのここですよね。ここをどこまで求めるかっていう、うん、まあなるほど。でそこそこで、まあ、満足じゃないのっていうのもあるし、そこまでいったらもっと上がある、はい、っていうのもあるし、で目指せば目指せないことはないのかなっていう部分もあるし、プロ野球の選手になろうと思ったら難しいかもしれないけど、今から無理ですね、はい、だけどそこそこうまくなろうだったらいけるかもしれない、まあ、草野球で活躍するぐらいなら、うん、はい、そうすれば、まあ、草野球の人はこう日頃トレーニングあんまりしなかったりもするんで、はい、そこで活躍するぐらいはいけると思うっていう、まあ、どこまで目指すか、どうなりたいか、どうありたいか、あ、でそこに向かってよく生きること、うんうん、よく生きる、そう、そこに向かってそうよく生きるですよね。これ的にいくと、これ的にいくと、うん、まあ、徳を積もうって話じゃなくて、はい、うん、よく生きる、そこを目指して、そう自分がなりたいように自分がどうありたいかっていうのを考えて行動していきましょうみたいな。でも嘘をつくな的なことも言ってますよね。嘘をつくな的な、いや嘘をついてる人たちを糾弾はしてますよね、うん、で何も知らんやないかみたいな。そうで別にそこを目指す必要はないかなって、自分がどうありたいかですよね。あ、ソクラテスみたいにならな、うん、この討論の形が今ちょっとずつ見えてきたんですけど、うん、あのソクラテスは正しかったみたいに行動するといいよっていう話ですかね、これは。僕はそうではないかな。あ、そうは受け止めてない。そうは受け止めてない。でソクラテスも要は別にこう人をディスって回らなくてもいいわけじゃないですかと僕は読んで思いましたね。そこまで言わなくてもって。そうすれば別にそもそもこう処刑されることもないし、はい、それをこう説得して回ったらよかったんじゃないかな。あんたのその考えを改めさせる方に。でもそれを公衆の面前ではやってますけどね、うん、500人の前でこの訴えた人たちを攻撃はしてますよね。攻撃間違ってるのはあなたみたいな。間違ってるのはあなたっていうのを認めさせる必要はありますよねって。でこれ認めさせてない気がするんですよね。どっちにも逃げ場がない状態に追い込んでるだけっていう。あ、こんな公衆の面前だから、はいはい、自分の非を認められないような状況に追い込んでおいて、あなた間違ってますよねみたいな。やり方はうまくないですよね。そうそう、やり方はうまくない。だとすればこう本当はあなたはそんなことしたらダメですよっていう説得をこう普段っていうかその姿勢の活動の中でそうそうやって、その人たちを改心させることができれば本当に世の中うまくいったんじゃないかみたいな。名は残ってないでしょうけどね。そうそう、名は残ってないかもしれないけど、はい、でもその名を残すよりもそっちの方が価値があるかなとは思うんですよね。そうか、うん、今なんか美しいと思ったのは、うん、確かにそちらで活躍した人もいっぱいいるんだろうなって。ああ、そう、そうかもしれないですね、うんうん、名は残ってないけどすごく世の中のためになったみたいな人はいっぱいいる、だとはいるとは思うんですよね。歴史に名を残したけどもっていうことですね、うん、そうそう、はい、もっとやり方はあるんじゃないかみたいなことは、どっちかというとあの、うん、バランスの人間なので、うん、ちょっとなんか突飛なんですよね。そうそうそう、はい、
そこまでやっちゃうの、はい、みたいな。でそれをこう講師の面前であの人がコテンパンにこうグーの根も出ないぐらいにこう反論、そうなんですよ、はい、もう論理的にもうどっからも反論できない感じでこう言いまかしてしまうみたいな、はい、でそういう人に恥をかかせるようなやり方ってこの本の受け取り方としては、うん、やり方がうまくなかったねっていう受け取り方ももうあるから間違いではないかもしれないですね、うん、はい、だからまあ受け取り方としては、まあ、正しいことをしましょう、はい、よく生きようみたいな。林先生と武井壮さんの討論でも、うん、2人の言い方意見は全く違います。全く違いますよね、はい、でまあそう林先生はどっちかというとそういう客観的に見てる感じですよね。そうですね、うん、はい、僕って何も考えてないなと思ったって言ってました、うんうん、あの学生の時に読んで、うんうん、はい、だから武井壮はもう心からこう読んで響いたみたいですね。響いてるっていう、はい、でまあ僕は多分客観的に見ちゃってる。そっちかというと客観的に見て、うん、あとはそのソクラテスの弁明が語れる大人になりたいっていうのが叶ったっていう、すごい薄っぺらいね、うん、まあでも これを読んでこういう話ができるっていうのが素晴らしいかなとは思いますね、はいはい、これを読まないと何が良くてどう捉えるのか、多分人それぞれ捉え方が違うかな。違います。多分ここでも全然、うん、3回目ぐらいですけどこのソクラテスの話をするのは、うん、はい、そう、まあ、動画では1回目ですけど、はいはい、でまあ、そうなった時にあこの人こういう考え方もあるんだとかっていう、はいはい、1個じゃないのかなっていう、そう、あの悪い癖で、うん、どうも私とか、まあ、多くの人がそうかもしれないんですけど、うん、そので何なの答えを欲しがる、うんうん、っていうのが多いみたいです、うん、映画とかでも、うん、えこの映画は結局何が言いたかったの、そう、まあ、だから何が言いたかったのかがいまいち、まあ、正しく生きろっていうのが言いたかったんだろうなっていう。ただそれは映画もどの映画もそうなんですけど、うん、いや受け止めそっちが考えてよ、うん、っていうことなんですよと、うんうん、なんでこれも別に受け取り方は全然自由で、うんうん、だからいろんなところにいろんな受け取るポイントはいっぱい、はい、でもちろんあの概要もたくさん出てるので、うんうんうん、でも概要を見るだけではよくわからない、うんうん、この魅力もあるのは確かでございます。本当にこう概要だけいくとこういろいろ論破して回って処刑、恨みを買って処刑になった、はい、その中でまあ無知の知っていうのが出てくるんですけど、ね、でそこで裁判をやってそこでもまたさらに相手のことをそうです、ね、コテンパンに正しくのめしてきたみたいな、はい、僕もどっちかというと見方としてはそうです、はい、そうだからこう読んでて結構苦しいまあ、そうですね、私もどちらかというとあの取り繕って生きている側なので、うん、そうそう、はい、秋の夜長に、秋の夜長にソクラテスの弁明、うん、これだとソークラテスの弁明いかがでしょうか、うん、あの大人の人がね、うん、その読むと、うん、今度はこれを頭いいとのように子供に勧められる、うん、これちょっとかっこいい、あれはかっこ悪いですけどねこれまあ、これを読んでいろいろ考えるのがいいのかなって、なるほど、僕は思いました。自分の行動ですね、自分の行動とかこれは何を言ってるのか、はい、これなんかネットで検索すると難解だっていうこれを理解するのは難解だっていうこう書いてあるんですよ、はいはいはい、だから多分これ日本語も難解なんですよ、まあ、あのなんか直訳した訳が大体、そうそう、そうですよね、はい、なのでこう文章自体がちょっと難解で難しいですね、はい、ちょっと読みにくい部分もあるけどそれをこう考えることが考えるトレーニングみたいな感じでいいのかなっていう、あとまああの意図は読み取れます、うん、それはあの中学生の武井壮さんでも読んだものなので全然我々大人ならね問題なく読めると思います、うんうん、はい、はい、あのソクラテスの弁明いかがでしょうか、いかがでしょうか、なんか言いたいことあればコメントを全然残していただいてはい、はい、私は全然反省する反省する必要ないと思うんですけど、いろんな人の意見が聞けると面白いかなっていう、僕もダメ出しされるんだと思ってもう反省のポジションを取ってましたけども、まあ、これその人がどう受け止めたかはそれぞれなので、はい、私はこう受け止めたみたいな、そうですねっていうだけの話かなっていう、あれば全然、うん、はい、なので正しい正しくないはないんで、はいはい、おすすめでございます。おすすめです。大将、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。ありがとうございます。